豆太郎がジャンプしました。お、ジャンプした。おすごいな、豆太郎。豆太郎はいつも運動量多いですね。これここに映ったら、あーそっちか。おお、豆太郎。おい、豆太郎。おい、豆さん。豆さん、おい。あんた今日出てこんな。コオロギ持ってこんかったでかな。豆ちゃん、あんたコオロギないと動かんのかね。お豆さん。手のらん。葉っぱで遊ばん、あんた。子供ガエルのね、豆太郎さんです。今年生まれたとね思われる子供アマガエルでね、腹ペコ水槽に来てもう4ヶ月ぐらいになるかな。大きくなってね、この子。あれ今日出てこんな。豆太郎、豆太郎をちょっと誘導させようかな。豆ちゃん、あんた前喜んで遊んどったやん。なんで今日遊んでくれんの。ちびよー、違う植物行ってもいいんやで、あんた。あらあらあら、遊んでいいよ。ちょっとこの子らあんま出てかんな。餌食ってる時ちびよなんてすぐに脱走しようとするのに。え、ちびよいな、これに。ちびよはね、この頭のこのあざがね特徴なんです。チビオもね、今年のね、5月かな、4月か5月に捕まえてね、この子もね、子ガエルだったんですよ、春は。で、この頭のね、あざ、茶色くなってる部分がね、子ガエルの時からあってね、結局、あざ消えなかったですね。捕まえた時、このあざがね、青紫みたいなね、なんか怪我の跡かなと思ったんですけどね、いずれにしてもまあ消えなかったというね。お豆さん。あんたら夜11時っつったらね、もう太郎たち風呂入っとったで。もう一個ね、大人ガエルの水槽があってね、そっちに太郎っていうね、大ボスのカエルがいるんですけどね、もう太郎たちはね、風呂入っとったのに、この子らのんきにずっと寝とるもん。あれ？ちょっと待って、豆太郎。お、空豆が！この子もね、今年のね、4月か5月にね、チビオと一緒に捕まえた子でね、この子もちっちゃかったんですけど、もう半年ぐらいでね、すくすく成長して。空豆ちゃん、空豆が土の上に上がっちゃった。そしてね、皆さん、このね、木のね上にはね、映んないかな。あったあった。チビオもね、お、チビオがどっか行っちゃった。豆太郎が葉っぱに移った。豆太郎と、おお、チビオと豆太郎がここで合流しました。空豆はその頃この丸い葉っぱのところにいましたね。空豆おいで。おお、びっくりした。指おいで、指おいで。豆太郎たちのとこ行こう。あらあらあら、登り始めた。
構登り始めたな。いっぱい運動してな、みたいな。運動の時間ですよ。あんま運動せんな、今日この子ら。ああ、子供が帰るの豆太郎は結構動き始めたな。豆太郎。おお、こっち見とる。助けてほしいのか、指くる豆ちゃん。コオロギ待っとんのかな、こっち見とるけど、指に乗らんってことは。あれ、いつもコオロギもくれるのにな、みたいな顔しとる。今日は、葉っぱだけみたいな顔しとるな。今ね、僕と目が合って、あ、目そらした。豆ちゃん。コオロギないと盛り上がらんか、やっぱりあんた。お、お、お、どこ行った、どこ行った、どこ行った。豆ちゃん。餌がないと盛り上がらんのかな。あー、チビオが。おー、チビオの体重では支えれんか、その葉っぱ。おー、すごいすごいすごい。この子やっぱ運動神経な。臆病なんでね、戦うとね、空豆に負けるんですけどね、いつも。どうも動き見ててね、一番俊敏でね、運動神経良さそうなのね、このチビオなんですよ。未知数なのはね、この豆太郎って子供なんでね、よく動くね、捕食もうまい子でさ。どうした豆太郎、あんた今日茶色だな。